イテム番号 SCP-502。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-502 は、医療区画の電子キーパッドでロックされた対価キャビネット内で保管される。暗証番号は保安上の理由から各州で変更し、番号管理は最低3人の、レベル3以上のクリアランスを持った上級メディカルスタッフが行うこと。説明 SCP-502 は199年、カンザス州トロイの検視官事務所で入手された。地元検視官がオートバイ衝突事故で死亡したジャレド・ソマス・ムシンターの検視時に発見。SCP-502 は個人の心臓があるべき位置に配置され、肺と循環器系に接続されていた。この箱に関する議論が巻き起こり、の後、エージェントにより回収。ラベリングされていない状態の SCP-502 は 9.75cm×9.75cm×7.73cm のオフホワイトの段ボール箱の外観を備え、取り外し可能な 9.95cm×9.95cm×1.34cm の蓋が付属している。厚みはすべての箇所で正確に 0.10cm。箱や蓋の角や円には目に見えた継ぎ目や補強はない。当初取り出された本品は手書きの青インクらしきもので、心臓、と書かれ、内部は心臓の部屋のように分割されており、側面と背面に大動脈と大静脈、肺動脈静脈の接合点に近似した穴を持っていた。適切な臓器名が SCP-502 の蓋に書かれているとき、SCP-502 は徐々にその臓器の荒近似に自分自身を再配置する。二つ目の臓器名が蓋に書かれた場合、先に書かれた名前は20分以内に消え、新しい設定への再配置が開始される。蓋からすべての名前が消された場合、箱は標準サイズを採用する。SCP-502 は臓器名をラベリングされ外科的手段で被験者に移植し、適切に関連する機関系に接続されている場合には、臓器と同様に機能する。テストの結果、SCP-502 は特定の状況下で機能することが判明した。移植を受ける対象が生きている人間であらねばならず、SCP-502 が移植される前にその臓器が欠けている必要がある。これらの条件が満たされていない場合、移植臓器は拒絶されるか、あるいは全く機能しない。広範なテストの後、致死傷を負った監督官、あるいは監督官の承認のする緊急事態下で SCP 関連の情報収集。封じ込めを支援するために一時的に延命しなければならない下級スタッフや一般市民に臓器移植をするために高い生命維持機能を備えた SCP-502 の保管が応募により決定された。監督官以外に SCP-502 が使用された場合、可能な限り速やかに対象を終了させ、SCP-502 を所定の保管場所に戻すこと。ホイテスト手順について、レベル3クリアランスを持つ者はドキュメント、502、1および502、2を参照すること。ドキュメント、502、1 SCP-502 に関する初期段階のテストログ。5、18、9、テスト開始時、箱の蓋には、心臓、を読み込みませる。肺、肝臓、と、眼球、が一度ずつ蓋に書き込まれた。その都度、先に書き込まれた言葉は、5分11秒から最長18分4秒で色あせて消えた。その後 SCP-502 の外見上の寸法と形状は徐々にそれぞれの臓器に対応するために変更された。皮膚が蓋の上に書き込まれると、SCP-502 は厚さ 1.6 まで平坦になり、研究者が汗飛んで単語を消去して箱が標準サイズに戻るようになるまで拡大を続けた。5、23、9、臓器名を様々な媒体を含むインク、グラファイト、油性塗料、水性塗料、クレヨン、血液、油性マジックで蓋の上に書き込んだ。たやすく消えたり媒体が損傷を受けて単語が傷ついて、しばしば SCP-502 は標準サイズに戻ったが、すべて機能した。6、17、9、臓器名をラテン語、エスペラント語、イタリア語、フランス語、日本語、中国語、ロシア語、ギリシャ語、で記入した。SCP-502 は臓器名が英語名にスペルが一致した場合を除いて反応を示さなかった。ドキュメント、502、2被験者502、1から502、6を通じた生体実験のログ。サブジェクト502、一腎不全を診断されたクラス D。移植時に、蓋には、腎臓、と書かれた。被験者の腎臓のいずれかが外科的に除去される。移植成功後、対象502、1の尿検査では、健康な個体と同等の腎機能を示した。SCP-502 は対象の標準任期終了である1ヶ月後回収される。
ブジェクト502に健全な腎機能を示したクラス D。腎臓の記入は前回から引き継いだ。被験者の腎臓のいずれかが外科的に除去される。移植成功後、対象502にの尿検査では、健康な個体と同等の腎機能を示した。SCP-502 は対象の標準任期終了である1ヶ月のち回収される。サブジェクト502、三心不全が原因で交流中に死亡したクラス D。移植時に、蓋には、心臓、と書かれた。SCP-502 が正常に移植され、肺や循環器系に接続されたが再機能、蘇生には至らなかった。サブジェクト502、4健康問題を抱えていないクラス D。移植時に、蓋に、エラ、と書かれた。対象者の肺は生命維持装置につながれた状態で摘出され SCP-502 に置き換えられたが、適切な代替臓器が確定できず、被験者は手術中に死亡した。サブジェクト502、五感不全に苦しむ生体のラブラドールレトリバー。実験に際し、蓋に、肝臓、と書かれた。対象の肝臓は除去され SCP-502 に置き換えられた。しかし SCP は24時間以内に拒絶され対象は死亡した。サブジェクト502、6脳腫瘍に起因する精神疾患の起因歴のあるクラス D。移植時に、蓋に、脳、と書かれた。対象者の脳は生命維持装置に繋がれた中で SCP-502 に置換される。被験者502、6は麻酔からの覚醒時に、記録削除。2名のメディカルスタッフとレベル2職員が負傷、被害の拡大を防ぐため被験者502、6を消火器によって殺害、検視時に SCP-502 を回収した。この事件によって記録、分析された、記録削除、により以降の生体実験は中止された。